はい、雨が降ってる中かぼちゃに入っております。これね、なんか置かれてたから入ってみた。これなんかイベントやってんだね、多分な。まあで、どっかで出会ったらやってみよう。多分三国のどこかでやってんだろう。ではまあレベル上げやっていくんだが、相変わらずファイター色は貴公子を上げていきますよ。貴公子で、おー、ちょっと待って。これだ、討伐討滅が、今、DPS 不足になってるから。やったぜ。で、まずは、グラカン納品やろう。この全部ヒストリーにぶち込んでいって、よいしょ。ヒストリー、ヒストリー、ヒストリー、これとこれは3つずつな、覚えておかないと。っていうか作ったら3つできるのか。そう、これあのミコっての串焼きだったらいけたんだかな。全部ヒストリーにぶち込んだか、ぶち込んだな。あとね、なんかあれ、星ついてなくね、星ついてなくね。なんでだ、なんでだ、ランダムで星つくんじゃないのこれ。こんなことあんの、星つかないことってあるの。あとなんか次にギャザラのやつ見やるか。ギャザラでどうやって覚えるんだろう。基本性能、まあ店で売ってたらいいなぐらいなんだけど、店で売ってそうじゃない、だってこの辺。アイテム名コピーするか。コピーしてこれ10個な。今105,000円持ってるから、金で解決できるものは金で解決しよう。アイテム名コピーしてきたから今。これ10個、ハイクオリティ、ハイクオリティなんてねえだろハイクオリティなんてねえよな。ぐねねね、ぐねねね、高えな。どうしようかな。知らない場所だろうな、これ75だもんな。今60から70のメインクエしか進めてないので、70以降のものは取れない。取れないのよ。ということは買うしかないんだな。買うしかない、10個。しゃあね、買うか。はい、次。めちゃめちゃ金使ったけど、今。普通にめちゃめちゃ金使ったけど。
デイリールーレットを1回分の金を使ったけど、1回分の報酬ぐらいの金を。なんてこったい。これアイテム名コピーで、もう一個がホムラ、ホムラ魚かな、ホムラ魚、うん、また歩っちゃったで。10個、5000、どうだろうな、待って、1、2、3、4、5、6、7、あー足りない、うーん、ぐぐぐぐぐ、これ197で売っとるのに5000で買わなきゃいけないのか、しゃあねえな。で、あとはホムラが4つだっけ。これか、ホムラ魚だった気がする。これ4つ、たっか高いな。4つだっけか。納品用にな。くそー、めっちゃ金使ったわ。やばいな、早くメインを進めないとこういうことになってしまうんだわ。ギャザクラだけ上げていくと自分たちでどうにもできない領域に入っていってしまう。補給品だった。よし、じゃあクラフター納品やるか。ギャザラーの、てかギャザラーはグラカン納品やんなくてもいいか、サクサク上がるしな。ちょっと見えない。まずは木工、ヒストリー、あれ多分これだね、一番上のやつだと思う。収集用のやつは全部ヒストリーから削除していこう。はい、これなんか持ってるやつあるかな、ないかな、ないっぽい。おっと、これちょっとボーナスもらえてるから、ロール不足ボーナスもらえるからお金ちょっと増えるんじゃないかな。誰、ラムーだ、よろしくお願いします。ラム、未だにギミック分かってないんだな。
歌始まった歌。死んじゃうじゃんこれ。ありがとう。どれどれ、いっぱいもらったかな。お疲れ様でした。何ギルもらった？12000ギル不足ボーナスとして4320ギルで1万6000ギルぐらいか。ただまだ使った分回復してねえな、これは。だって次出ないか。
DPS 不足出ないかな。まあ、いいか。レベリング。アライアンスレイドでは出てもいいけどな。DPS が不足ボーナスで。これのハイクオリティ売ってないかな。3万5000円はちょっと無理ですね。持ってない。あ、取材2個。これでいいか。これ1個。高い。高いけど買うしかないもんな。もう1個。600。あれ ?2 個買った方がよかったか ?99 の。そう。騙されたぜ。騙された。んでは?ちょっと一回テストな。1360だから、確信ぶった方がいいのかな。進化より確信ぶった方がいいだろ?確信ぶって、長期契約ぶって、模範作業ぶつだろ?で、イノベーション、中級加工。中級加工。集中。中級。だって、何回いけるかな。回数勝負だから加工でいいか、あと。待って。作業2回必要かな。240。2回か。1回じゃ終わんねえな。2回残さなきゃいけない。ということは、あと2ターンで35になるだろう。加工。加工。で、2回残すには15だろう。2回使って大丈夫か。1回で2回で模範2回でいいか。一応ベネレーション使えるけどな。ベネレーション使っても届かんです。ベネレーション使っても届かねえわ。はい。じゃあ作ってみよう。こっちだ。まず確信ぶって、長期契約ぶって、模範作業ぶって、イノベーション中級4回。1、2、3、4。でも、いきそうだな。いきそうだな。いっちゃうか。
い、木工修理を次家事、家事のヒストリー、これまずこれ自体が1万ぐらいで売ってたら嬉しいな。うん、無理、3万8000は無理だろう。玉鋼からも見てるか。おいくらです？2個、高いけどしょうがない。ていうか持ってるかもしれない、見るの忘れた。あ、持ってるぜ。これもしかして持ってた。いや大丈夫だな。関門材は何だっけ、 B が持ってる、これも B が持ってる、これ持ってない。1個ください。ハイクオリティの170を1個買うか。よし、あとはバーモンズ、バー、あ、何？パーシモン材、マーリードレザー、これかな。どっけ、よいしょ、一回練習しよう。確信ぶって、長期倹約ぶって、模範、イノベーション、集中、中級、集中、中級。さて、2回かかるかな。ああ、2回どころじゃ済まねえか。148しか、あー2回でも300いかねえんだよな。いや、待てよ。2回でいいか。2回でいけるな。で、ということはだ。また加工部っていうか、加工、あ、今、加工中級、加工中級ってやればいいんだ。変わんねえんだもんな、コストが。で、ラスト、ギエルも打って、ベネレーション使って、使ったとしても1回じゃ届かねえか。チビ足りない。うん、いけんじゃない？いけんじゃない？多分。確信ぶって、長期倹約、模範、イノベーション、中級4回、1、2、集中、はい、もう一回。で、加工。19、もう一回、やーべ、大丈夫か。イエル5マックスまで来た。あれまずいか、まずいな。
いけるかな。2回、あー、いけないかも。いけないかもね。やっちまったか、これ。140いくつだっけ ?148。あ、いけるか。いけるか、いってるよね。危ない危ない。うぅ。はい、次。いや、ヒヤヒヤさせるぜ。発注。ヒストリー。これ。ハイスチューリンゴと所持状況。持ってない。持ってない。持ってる。A が持ってる。A が持ってるぞ。ハイスチュール投げた。どこ？これ何？腹たりか。よろしくお願いします。こっちだっけ？分かんない。道が分かんない。ここが右なのか。あれ？これ三段目もねえのか。なんか他にできることあるかな。押し切れ押し切れ。
ありがとうございました。次、来ねえか、しょうがねえな。アライアンスレイドやろう。待てよ、ノーマルレイド先にやろう。残ってんのはアライアンスレイド、ノーマル、レベルレ、レベルレじゃない、レベルダンジョン。一回ノーマルレイド突っ込んで、あれどこまでやったっけな。火事甲冑までや、甲冑をやってる途中だったっけ。あ、で、これ持ってる、どっちかが持ってるって言ったんだな。A がハイスチール。ナゲット的なやつを。これか。よし。あとは買うしかない。2個、まあハイクオリティと、もう1個あるかな、ハイクオリティ。こうしよう。んで、有機レーザー1個、こっちにしよう。まあこれ楽勝だな。ハイクオリティいっぱい変えたから。楽勝楽勝。とはいえ一回様子見よう。革新ぶって、長期契約、模範、イノベーション、中級4回、1、2、3の、4と。ほう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 。で、加工ぶって。練習であの虹色着ても嬉しくないけどね。まあ、余裕があるときにこう。うん、楽な部類だろ、これは。しかも中間素材がハイクオリティだしな。やってこやってこ。革新ぶって、長期契約ぶって、模範ぶって、イノベーション。中級。いや、これ違う。集中。中級。中級。中級。これいけてるな、もうな。グレートストライド、イエルモ、一応ベネレーションぶってから模範で終わり。勝ち終わり、賞金。これまずはこれ自体が、これ自体のハイクオリティが売ってればもう即買いだ、即買い。おいくらです？あ、無理。無理だったわ。3万、なんでこの辺のやつは3万オーバーするんだろうね。1000円ぐらいで売っとけよ。グラカン納品は決まったやつなのかな？よろしくお願いします。
めとこう、ためとこう。お疲れ様でした。ね、次、おっとっとっと、来たぜ。やったぜ。ロール不足ボーナスをゲット。で。賞金だよな、賞金、賞金だよな。所持状況、持ってない。持ってる。B が2個も、7個持ってるから、B からいただこう、2個。こっちか、これな。ついでにあれか、終わらせとこう、ベンチャーを。
アイスチールインゴット1個、ハイクオリティが欲しいけどな。1000円、倍ね、倍ねか。まあいいか、1000円で1個買おう。4000はちょっと無理かな。高っ、ちょっと高くない？これ買うしかないか。CP なくなっちゃうか、やめとこう。これで、いかねえな。まあこれついてるから大丈夫だろう。ハイクオリティの中間素材で、革新グッで、長期倹約、模範の前、模範イノベーション、中級、あー光んねえな、中級、まずい、一回も光んねえ、中級、加工、中級、大丈夫だな。イエルゴ、ベネレーション、作業、よし。ロール不足ボーナスいただける。暗闇の雲のやつだな。シアラよろしくお願いします。レベルが上がりそう。80、今いくつだろう。どうか、貴公子って一応この沈黙を持ってます。
ここに行ったら死んじゃう。危ねえ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 。めっちゃめっちゃタンクのおこぼれもらってたわ、ダメージ。見てなかった。たまたま後ろ向いてただけ。
毒。毒沼が特に。広がるの？わお！これ広がるな。シアラ、こいつに食われる役目は A アラなのか C アラなのかよく分かってないんだよな。周りを見てやろう。
逆流性胃炎ですから今。怖えって。あれ拘束されてない。こっち拘束。来た。ボーナスいくらもらえた？
だろうな。不足ロールボーナスとして58,575 ポイントの経験値と7200ギル、7200ギル、普通は何ギルもらえるのこれ。12000ギル、うん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 、結構いただけるね。よし、このいただいたお金をもとに作っていこう、作っていこう。今、もう一個残ってた。レベルダンジョンをやっとこう。賞金まで終わったような気がする。で、次、革細工か。革細工。まずこれ自体を安く買えるか見よう。また3万とかなんだろう、どうせ。あ、15,000。どうだろう、15,000。素材の方が安いか。まだ安いか。2個持っとる。持ってない。持ってない。持ってない。タイガーレザーを2個 B からいただこう。タイガーレザー、タイ、これか。よし。これ1個ハイクオリティでいただこう。高えな。これだったら完成品ハイクオリティ良かった方が良かったかな。良かったかな。ちょっと保留。まだ一切金使ってねえよな。金使ってねえんで。ハイクオリティ。1000。さっきの5000だろ。5000の6000。6000。6000、7000ぐらいか。じゃあいいな。買ってこう。これ。ハイクオリティ9、ここでいいか。はい、いただいた。個数780だから大丈夫だろう。テスト1000でも。確信ぶって、長期剣をくぐって、模範ぶって、イノベーション、19。色見ないといけないんだよ、ちょっと。2回。来ねえな、3回。あ、来ない。1回も来ない。4回。じゃあ、加工。集中でいくか。あ、今。大丈夫だな。ベネレーション。
作業作業ですか。一回でいった。はい、パーザイクション OK で裁縫。ちょっと素材が多いから1万ぐらいだったら買っちゃっていいかもな。1万7000円か、微妙なとこだよな。ぐー、あ、これさっきの残ってる1個買おう。1個ってないかな。1個ってないんだ。くー、タイマーレザーもない。所持品もうこれ4つある。B が2、4つ持ってるから。うん、どれだ、これか。これ2個だっけ、1個だっけ。あとはないんだな。2個。じゃあ、1個1個で買おう。よしよし。これはもう最安値の1個を買うか。ノーマルだけど。タイガーレーザーと、あ、これ。1個ないんだよな。1個がない。これでいくしかないか。よし、これももういいか、テストしないで。2、これとこっち2で全部取るかな。よし、確信ぶって長期契約模範、イノベーション中級、光れ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 、中級光んねえのかい、中級光った、集中。うん、これもういけんな。じゃあグレートストライクぶって、BL もぶって、はい、マックス。ジェネレーション、模範模範。はい、次。錬金か。これいらんな。これ3つだな。とりあえずこれ、これさ、なんか売ってそうだけど、3つな。これは売ってそう。中間素材だし、多分。3つ。
ハイクオリティ3つ。ぐねね。ぐねね。どの3つ ?1、2、3でいいか。え、安いそれ。どう?よし、これで3つ手に入った。次。ちょうどいい。いらないな。足元見てくるじゃん。これ欲しいって分かってんだな、3つ。しょうがねえ。これ買うか。OK。全部揃ってるな。よし。よし、全部納品した。では木工士はもう70オーバーになってたな。火事行くか。64のやついたような気がするな。まあいいか。じゃあ火事でとりあえずこれ修理して、待て、ちょっと三角をすればいいな。70オーバーになったら木工と同じ装備プラス、そうか、メインサブを買ってこなきゃいけないのか。とりあえずあれだな、お得意様やろう。今週分やってねえから。シロちゃんのところはもう全部完走してるんじゃなかったかな。そうすると商店街だな。あのちっちゃい竜のやつやってくりゃいいんだろう。あれ?間違えた。イシュガルトとイデルシャイアを間違えた。イシュガルト。間違え。そうでもない。これできるか。ここサブクエ、あそこに1個あるな。何だ、色ついてねえからそのうちだな。じゃ何欲しいか聞いておこよう。
裁縫用具とりあえず裁縫用具を3つ作っておくよ。何か欲しいんだっけ。お得意様、L2、裁縫。これだ。1個。裁縫用具の材料。これだ。じゃあ3つでいいってことだな。はい。これはハイクオリティにする必要があるんだ。あ、違う、あれか、収集品だから欲しいのか。革新部って大丈夫だな。大丈夫だな。革新部って長期剣を売って、模範を売って、イノベーションぶって中級加工に、3、4。あれ、これこんなもんだっけ。全然進まねえんだが。あ、待て、こいつでやる必要なかったのか。こいつでやる必要なかったんだ。ちょっと待ってくれよ。まあいいか、1個捨てるか、安いしな。パリン、忘れてたよ。こいつでやる必要なかったんだ。裁縫1個な。せっかく木工が70オーバーになっとるんだから、木工でやりゃいいだけの話だったわ。別に納品するやつが作らなきゃいけないルールはない。お得意様 L2、 これだ。革新、長期倹約、模範、イノベーション、中級に、集中、3、4の DL5 レベネレーション模範 OK。 3つ目。やっちゃった。一回大丈夫かな。一回大丈夫そうだと思うな。
3つ作ったから1回納品しておくよ。やべやべ忘れてた。で火事、火事で納品。え、あ、そういうこと、そういうこと、ダメだった、ダメだったぜ。じゃあ俺シロちゃんとこ行くしかないか。あ、ダメなんだ、納品は。国家団の軍需品、これさ6個でもいいのかな、3個かな。国家団の軍需品3個で変わるのか6個で変わるのか分かんないんだよ。どこで売ってんだっけこれ。国家団の売ってた今。国家団のこれか。え、やべ、難航しいのかわからんわ。国家団の軍需品3つね。で9個買わないといけない。国家団の部材9個、高っ。大丈夫だな、59だもんな。待って、確信で1回で終わっちゃうっていう可能性が。あ、大丈夫か。確信ぶってで模範打つと終わっちゃうからもうこっから始めるしかない。あれ長期契約売ってなかった今。長期契約売ってなかった。くそー、手動でやるとこれがあるからな。長期契約売ってなかったか今。長期契約イノベーション、大丈夫だな。ちょっと待って、確信、長期契約忘れずにな。よし、とりあえず3つ作った。
あと3つ作っても大丈夫だったみたい。待て待て待て、これ使うの忘れてた。こっちだ。ちょっとなんでなんで、あとこれ2個食うの忘れてた。こっちの方がいいのか。技術力、獲得力、ギャザラ用の餌だったか。ダンジョンルーレット来たわ。んどこ、これ何、よろしくお願いします。ハルブレイカーアイル、これ最後のボスなんだっけな、タコだっけ。あ、ごめん、罠にかかっちゃった。ぼーっとしてたね。あれ、罠にかかっちゃうんだな。気をつけない。罠にかかった。もうジャンクラットがいるんだな、これ。どっかにミートボール投げられないだけでもいいよ。トラボソミが、トラボソミがいっぱい。ここから届くかな。ちょっと届いてる。撃ててるってことは届いてるんだろうな。なんか投げられてる。ゴリラになんか投げられてる。いで飛ばされてる。飛ばされてるぜ。やろやろ、待ってこの野郎。急げ急げ、追いつけ追いつけ。パスタッチ。
ランニングしてる。これバナナ落とさないじゃないか。ダメージ上がってるんだな。バナナ落とすとそこに行くと。ドラミングやめて、もう罠ねえだろうな。バーバサミにかかるわけにはいかないぞ。宝箱がいっぱいあるのは怪しいよね。ミミックだったか。あ、これ何？全部外れなの？全部外れ。子供が生まれとるけど、子供が生まれとるけど、あれ石板2個あった？大丈夫？2個ある。 あった。お金落ちてるこれ。これに入んなきゃいけなかったのか。ライター使ってな。あれ
人なんだけどな。気に入ったらフェア。よしよし。めっちゃこれ誰もロットしてないもん。いや、やめとこう。荷物になっちゃうから。トーン。やべ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 、タンク落ちてる。頑張れ頑張れ。よんばた。タンク復活。頑張れ頑張れ。ダメだったか。一騎打ちになってるか。戻って合流すりゃいいか。どっからかな。なぜか嵐になっとるぜ。あれ？向こうかな。
これただ倒してればいいのかな。なんか墨吹かれたんだけど。あ、なんかこういった形が。で。連れてかれたけど誰か。あれなんか食らう、なんか食らうじゃん。ジョーン。食らう直前ね。あ、そのキャラ。どうなってるのこれ。これでラストじゃない？よしよし。お疲れ様でした。84になった。よし、これでファイター色のレベル上げは今日はいいだろう。で、鍛冶師でやってたんじゃない？これが。これあと2個、あと2個を、長期倹約物、イノベーション加工、1、2、3、4と。よし、もう一個。爆心ぶって、長期倹約、イノベーション、中級、1、2、3、4。68な。70になればさっきあのちっちゃい竜のために作った L2 のために作った3つが生きてくるから。待てよ、でも回数制限あるのか。白アリポは残り3回だけど、 L2 はまだ6回残ってんじゃん。お互いたくさん働きましたね。早くメネフィナの家に帰って子供たちと熱いお風呂に入りたい。70にならんかったか。あと2レベル。2レベル上げなきゃいけないんだが。
確か、もぐもぐのやつってそんなに経験値もらえないんだよ、確かもう。もぐもぐやりに一応行くが、あれは経験値期待できないんだ、確かな。どこだっけ、ハクア。変なんだよな、経験値が。時間の無駄だな、これな。ちょっとどうしたらいい、誰レベル上げるのに。収集品か、ヤルガーズリーチ行くしかないのか。スチューリンゴットとこれ2個だから楽かな。どうだろう、個数の問題か。どうにするか、こっちの方ちょっとレベル高くてあれだしな。とりあえずこれと、これを、いや待てよ、こっちの方がいいか。あれ今何装備してんだっけな、60装備あたりじゃないかな。ということはこっちの方がいいかもな。経験値そんな変わんねえしな。チタンナゲットめちゃめちゃ欲しい。チタマンナゲット、とりあえずこれ制作方法を、チタンモーター制作方法、よし。でヒストリーでさっき作ってたやつ、これはいらんの。安く素材が手に入るやつを作ろう。安いやつ。ただレベル的にはなんだっけ、30万だっけ、今の30万だから、40万近い30万だっけ、33万だっけ。7個作ると、7個ぐらいで多分1レベル上がるだろう。10個目標でいこう。1.5 レベルくらいだから。
まずはこっちの方を見よう。アイスチューリンゴット。まず持ってるかどうか見よう。持ってない。高えっちゃ高えな。10個作るとしたら、20集めればいいんだろ。まあ安くはねえが高くはもうない。こっちもまあハイクオリティが手に入らないが、まあいけ。待って、8、11、ちょっと数が足りねえな。はい。で、もう一個の方、こっちはナゲット。数がないな。まあでもこの辺か。ナゲット2個。まあまあ手に入らなくはない。ナゲット。2個しかない。買わなきゃいけないな。ぐねねね。30個、15,000。30個ぐらい集められるな。ちょっと高いけど、どうしようかな。一回ちょっとね、この辺狙って作ってみるか。練習で確信物だろ。680だから、で、イノベーション1、2、3、4と、どうだろうな。5、6で、7で、ベネレーションぶって作れるな。これにするか。じゃあよし、これハイクオリティ30個売ってたろ。違うな、ハイクオリティじゃねえな、普通の30個だ。大丈夫かな、普通の30個で。これできれば60個あるといいけどな。何個作る気だいって話だ。30個作る気か。そんなに作らないだろう。とりあえず20あれば。あと待って、ここ買わないと。23、24、25、無駄に金使ってんな。25じゃ中途半端だったか。
ハイクオリティ集めらんなかったわ。ここで13個ハイクオリティいっとくっていう手もあるけどな。いっとこう。ぴょん。じゃあ作っていこう。革新ぶって長期契約イノベーション、危ない危ない、模範でイノベーション1回2回3回4回で、5回6回、グレートストライド、ビエルゴー。OK。で、ジェネレーションいらないか。うん、大丈夫です。運の力借りずに、堅実に作れるから大丈夫。あ、危ない危ない。1、2、3の4。はい、で5、6。あ、やった。2、3、4、5、6。よいしょ。マクロ作ろうかな。また今度な。あ、よしだ。ここでやっちゃうぐらいならマクロでいいわけだな。あ、終わった。終わったぜ。融通を聞かせないと手動でやってる意味がないんだよな。終わった？終わってたか。今ので5個目。多分10個作れば、やってること自体で経験値もらっとるから、全然10個もいらないかもしれない。2、3、4の、5の、6。
1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。どうしたらいいだろうな。イノベーション使ったらダメだから、これ一回こうやって、でここでイノベーション使おう。1、2だな、これ2、3、4、5、いったか。あと1個でレベル上がるから、あと1個作ろう。これ使ってからイノベーションぶつか。5回あるかな。2、3、4、5。オッケー。よし、これで69になったよ。でこれラールガーズリーチに行って納品してこよう。330万ぐらいいくだろう、10個で。余裕だな。250は軽く突破するはず。レベル70になった。で、マイキャラ最強にすると、全部差し替わるな。よし。で、道具を買おう。装備品。マックスレベルの方の、これ家事のな。家事主導具。渡して。で、330の方に、これ、副道具があるかな。副道具これ。よし。
サブするサブする。あとそういえば忘れてたんだが、秘伝書のこの道何巻も3巻持ってんだよ確かな。3巻持ってて4巻買い集めるか。4巻全部買えるかな。60からだろ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,800 か。これ70から、70から一旦置いとこう。で4巻を全部買おう。全部買ったな。よし、一緒に買っとこうぜ。やっぱカット。でもグラカン納金してるからもう後半の方はシロちゃん挟まなくても70になってそうだけどな。まあいいキャラ。よし、でこれを保存してこれ修理しよう。またやっつけ。これ OK だな。これ最強になってるもんな。 OKOK。よしよし。アイテムレベルが倍になっとるからな。じゃあ石ガルド、待ってよ、石ガルドに戻って食ったやつ納品しちゃおう。そうするともう1レベル上がりそうだな。71になりそう。3つ納品したろう。残り6回。裏あった。上がり幅が少ないんだが、ありがとうなった。道具が揃ったから早速裁縫をやってみようか。はーいと。どうやって裁縫するんです？ドラゴンでも裁縫できる道具を作ったってこと？あ、縫ってる、縫ってるね。できたでち。うふふ、かわいいでちょ。帽子。の帽子作ったんだね。自分でものづくりをするドラゴンなんて、もしかしてドラゴン史上でも初めてなんじゃ。いや、いるだろう、何か作ったやつ。ちまちま作業は、目がしょぼしょぼ
ち待ちゅけど、完成した時の達成感ときたらたまりまチェーンは止まってますね。受け取る。戻ってきたわ。私が自分で作ったから、年の近い冬たちは興味を持ってくれましたわ。怖くないよ。英雄が怖くないのは分かって待ちのよう。でも他の翼はなかなか分かってくれないのでっち。どんどん装備が増えていくのかな、こいつの。帽子やスカーフよりもっと竜が興味を持ちそうなものづくりを紹介すればいいんでちゅうわ。ドラゴンが興味を持つものづくりって寝床じゃない、寝床。食べ物までものづくりしてる。あ、料理？近くを通りかかってる時のたくさん食べ物が混ざった複雑で魅力的な匂い。料理ってことか。ペットじゃなかったか。ドラゴン用職人道具部材。3回納品できるんだな。あと3回だな。残り3回。ドラゴン養殖人道具部材。いらねえな。ドラゴン用職人道具分際1個で作れるな。職人道具部材。これを3つ。2700。おとけ。確信ぶって、長期倹約ぶって、模範打って、イノベーション打って、1。2 3 4どうだろうな、これ届く？うん？もはん、あぶね。一回は余計に打てるんだな。確信、長期倹約、模範、イノベーション。1 2 3
4。一回余計にこれ打って。余計に打てるが、これで届くんだよな。よしよし。よし、3つ作った。納品しよう。ただ、これの納品経験値が薄いんだけど。どういうことよ。36万2000。10個納品でやっとって感じか。経験値が変わんねえんだなこれ。クオリティ、たくさん納品ありがとうで中の。すべて消費。じゃあ終わりか。71止まりだな。素材残ってるから収集品のどれだっけ、作ったの これじゃないの。履歴消しちゃったから分かんなくなっちゃった。あ、これか。作ったことあるやつはチェックマークつくんじゃなかったっけ。あと1個しか作れないのか。どっちにしてもアイスチューナゲットがなぜか奇数だぜ。あぶね。そうか、もうさっきまでとは違うんだ。強すぎる。もう1個作りたいが、ハイスチュールナゲットが1個足りねえんだわな。リムスさんに頼んだるか。1個だけ売ってないかな。2個納品すれば、あ、レベル上がりそうなんだけど。you
1個やったぜ。で作ろう、もう一回これ。これでもう1レベル上がるな。ラーガーズリーチ、これ行くだけで800かかるんだが、ちょっとつけとくか、なんか星をお気に入り登録で。レブナンツトール最近行ってないから、イデルシャイアをちょっと行くな。まだな、イシュガルドンまだ行くだろう。でここ外してラルガーズリーチをちょっと半額にしとこう。これで72になった。じゃあ整理するか。完了。タイラ。こっち。完了。分解するか。これ何持ってる。じゃあ分解ってどこに行けるか。ダブってるものは全部ぶち込んだんだが、500。ハードレザーこれいいな、売却。この辺1500、1400なら買ってくれるだろう、誰か。これは1300、2000ぐらいでハイクオリティだから置いとけば売れるんじゃない。ほいっ、これ400で置いとこう。これ何 GP。 ちょっと飯が増えてきたな、買ってねえんだが。まあいいか。これはギャザラークラフターだな。こっちはギャザラーこれ余ってるやつ。コーディアルは、あとこれもあったわ、500。
予約で置いとこう。よし、あとはチョコボカバンにこれとこれとこれ何、あー、いらないやつ捨てとこう、捨てる、ポイこの地面に、この絨毯の上にゴロンとこのボルトボロンって捨ててくから、うん、よし、じゃあゴールド操作に行ってカードを売っ払ってくるか。ゴールド操作800、アドトレーザーに OK で、今日の醜くじやっていこう。1、9、2、何もないな、これ何もないが何もない。横斜め、ここ狙うしかないでしょう。あー、ダメか。よし、じゃあ1回だけな、やってこやってこ。ここか、苦手なんだよな。これ一回もゴールしてない気がする。あのくるくるんとこが、見えねえ見えねえ見えねえ、どうなってる、どうなってる、いけ、あー、マジかよここ苦手なんです。出して、今無敵です。あー、これもダメだね。こうなっちゃうともうハマっちゃってるから。
いけた。いけたか。ぐるぐる。ダメだったか。あそこ待たなきゃいけなかったか。はいはい、ナイスナイス。はい、というわけで今日はこれまでとなりますね。カジシかな、カジシが70になりました。本日は以上です。